スイートスリーは、セリカ多年生草本で、ハーブの一種。スイートチャービル、グレートチャービル、ガーデンミルラなどの別名がある。この一種で、マリス属を作る。葉は、海緑色で、シダ状に細かく分かれ、柔らかい。草の丈は60から90センチメートル。夏に白い花を咲かせる。果序は、三型。種子の長さは35ミリメートルほど。 一年経過すると種子は繁殖能力を失う。アニスの方向を漂わせ、噛むとアニスシードのような甘い味を出す。ヨーロッパ全域。原産地は主にアルプス産脈ピレネー産脈バルカン半島西部。森林地帯の川縁に自生。民家の庭にも生える。日陰と湿った土を好む。現代のキッチンではあまり使われることがなく。 薬草栽培家や料理人以外には忘れられがちなハーブと言われる。シダ状の葉は刻んでレタスの上にまぶしたり装飾に使用する。茎はカクテルのマドラーの代用品として使われる。白い根はスライスしてスープに添えられ、白い花はケーキやサラダの装飾品となる。チャールズ・ブライアントの著書、食用植物の歴史では用途はチャービルと ほとんど同じで、胃を温める効能を持ち、レタスなどの生野菜と合わせて料理すると美味だと、紹介されている。ABC マリス・オドラタ・スコップ。トラーピコス・ミズーリ・ボータニカル・ガーデン。170万940。2012年8月16日、閲覧。マリス・オドラタ。ナショナル・センター・フォー・バイオ・テクノロジー・インフォメーション2012年8月16日、閲覧。ABCD。 マリス・オドラタ・スコップジャンプラザム・リソーシズ・インフォメーション・ネットワークアグリカルチュラル・リサーチ・サービスユナイテッド・ステーツ・デパートメント・オブ・アグリ2012年8月16日閲覧ありがとうございます